この度重ねて、防衛大臣を拝命いたしました北澤敏美でございます。今回菅総理から5つのご指示をいただきました。まず専守防衛の原則に基づいて、シビリアンコントロールをしっかり確保しながら我が国の平和と安全を確保すること、次に平成22年度中の防衛計画の大綱の見直しと中期防衛力整備計画の策定に向けて、しっかり取り組むこと、3つ目が普天間の飛行場の移設と沖縄県における基地負担の軽減については平成22年5月28日の日米合意をまた閣議決定に基づいてしっかり関係大臣と連携しながら取り組み速やかにこれを進めてまいるようにということであります。またこれに関連して23年度予算編成の過程においてHNS に関する特別協定の日米合意を得るようにということであります。4番目が世界の平和と繁栄の実現に向けて関係大臣と連携しながら国連平和維持活動、海賊対処活動、そして国際緊急援助活動に積極的に取り組んでいくということ。最後に平素から迅速な災害派遣等を可能とする初動体制を整えるとともに、出動時には国民の生命財産を全力で保護するということを、5つの項目をご指示をいただきました。私も1年間、ちょうど1年間経過したわけでありますが、その中で振り返ってみますと、任期中に尖閣諸島近海における事案や韓国の哨戒艦の沈没事件などさまざまな事案が発生をいたしまして、とりわけ東シナ海等における安全保障環境が必ずしも安定したものではないというふうに認識をしておるところであります。またハイチやパキスタンの災害にというような非常に大規模なものが発生しておりまして、これに対応するための体制というのは常に見直しながらやってきておりますが、この両事案とも大規模な派遣をいたしましたけれども、非常にスムーズに行われたではないかと、私が言うのはどうかと思いますが、今までの経験を生かして非常にうまく進んで国際貢献の実を上げさせていただいておるというふうに思っております。それからまた在日米軍の再編に伴う、沖縄の問題は沖縄でさまざまな政治の活動があると、これは選挙ということでありますが、その中から沖縄の県民の皆さん方の民意が示されてきておりますので、非常に難しい問題ではありますが、沖縄の皆さん方としっかり協議をしながら進めてまいりたいと、こんなふうに思っております。はい、ご質問どうぞ。私からは以上で。あ、失礼しました。ご質問どうぞ。はい。今回の内閣改造でですね、昨年9月の政権発足時から同じ役職で残っている閣僚で北澤さん一人になったんですけれども、それまでのご自身の経験をですね、今後のご自身の職務、特にその政権の主要テーマである天満問題、これにどう生かしていけるかお考えになるか。今ご指摘あったような私自身も拝命して先ほど顔ぶれを見て、あ、なるほど私一人かと思ったんですが、閣内の連携というのは極めて重要だというふうに思っておりますし、また
菅総理はこの事案について、これに限らずですけれども、さまざまな事案について、即決をしながらこう進めていくというタイプの、総理に対して失礼かもしれませんが、そういう即決タイプの政治家であるということから、今後も閣内で連携を深めながら物事をきちんとやっていくということが、かなり、要するに、もうちょっと外から言えば、スピード感のある政治が行われるんではないかと、そんな感じをここ3ヶ月でありますが、そんなふうに感じました。このスピード感というのは、その問題を見かけるときに考えると、いろいろ、私の頭の中の8割ぐらいはそこにありますんでね、これだけはきちんとしないと、ご案内のように日米の同盟の50周年の年でもありますから、より我が国の政治の一番の基本である日米の同盟の進化を図っていくという年でもありますので、スピード感を持ってやっていきたいというふうに思っています。はい、今のちょっと質問に関連するんですが、2年目に入られる大臣ですけど、党内融和であるとか、今のところを維持に、点では菅首相が何かお願いできますか、選挙の時も盛んに言われておりましたけれども、今日もとにかく412人内閣でやるということを再三強調されておりますから、代表選挙がかなり過熱をしたという中で、総理の脳裏の中には、これをマイナスのものにするんじゃなくて、このエネルギーをプラスに転換したいと、そういう思いが非常に強いんじゃないかなというふうに感じました。よろしいですか。はい、最後でお願いします。先ほどですね、お名前お願いします。総理からですね、そういった警戒態勢ですとか、少なくとも自衛隊のですね、配備についても、指示なり指摘ありましたでしょうか。そういう意味での個別な指示はありません。ただ、日米にプラスしてですね、豪州であるとか、韓国であるとかいうところとの、日米プラス、そういう近隣諸国との連携を深めて、いくようにということで、現在、日米韓の連携は不幸な事件もありましたけれども、より一層良好な関係で進んでいるというふうに認識しています。はい、それでは北澤大臣の記者会見を終わらせていただきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。